コツの趣味部屋へようこそ。今回もねフィギュアご紹介していきたいと思います。まずねその前に私ね今更ながらにドラゴンボールの映画を見に行ってきました。はい、こちら行ってね入場者プレゼント、それがねちょっと欲しくてね第3弾の入場者プレゼントということでね、まあ今回のねプレゼント内容がねちょっとそそられるものだったんでね見に行ってきました。まあ初めてなんですけれどもね、はい、まあ、多分入場者プレゼント変わるだろうなと思ってね、自分が欲しいのが出るまで見るのを待とうと思ってね今になりました。はい、ということでこちらですね、はい、ドラゴンボールスーパー第3弾入場者プレゼントっていうことでね、こちらねビジュアルボードになりますね。はい、もう、袋から出してるんですけれども何が出たかっていうね、一応ね全5種なんですよね。で第3弾がご飯で第4弾がピッコロっていう感じで続くみたいなんですけれども、でご飯の時にね私は行ってきましたが、まあとりあえずね5種類あるうちのねちょっとご飯のね変身した後のやつが欲しくて、はい、で実際ねもらって劇場入ってもう椅子に座った時点でもう開封しちゃいましたね。もう気になっちゃってね我慢できずにその場で開封しちゃいました。はい、で出たのがこちらダン、はい、出ました。いやこれね一番狙いでしたねはい、まあ、こちらは何かというとねまあ、ネタバレになっちゃうんですけれども、まあ要はラストですね、うん、ご飯がセルマックスにとどめを刺す一撃、はい、それの絵柄ですね、はい、でこれの裏にねなんとこう台本の一部が書かれてるんですよ、まあ、ちょうどねその場面のセリフとか内容とかね、うん、そういうのが書かれている台本が印字されているビジュアルボード、めっちゃいいなと思ってね、いやこれ行ってよかったっすね。いやほんとねこんなランダムだからねちょうど良かったタイミングで入れてもらえた感じだよね、うん、はい、まあ、ということでねこれも関係あるんですよね、まあ、ご飯つながりということでね、はい、今回ご紹介するフィギュアがこちらダン、はい、出ましたソリッドエッジワークスザ出陣言いづらい、はい、それの第5弾ですね、スーパーサイヤ人孫悟飯、それがバーン2体、はい、こちらをね購入しました、はい、普通のスーパーサイヤ人状態とスーパーサイヤ人2の状態ですね。はい、いやこれね何気にちょっとねめっちゃ期待してるんですよ、はい、もうパケシャの時点でめっちゃかっこいいのが伝わりませんこれめっちゃかっこいいんじゃないかなと思ってね、しかもね一番好きな時期のご飯ですよね、うん、この少年期のご飯、まあ、一番強かったんじゃないかって言われてるぐらいの時期のね、はい、これをね今回は開封したいと思います。では早速ね多分ブリスタじゃないですね、袋の状態だと思うんで一つずつね見ていきましょう。はい、ではね箱から開封しまして、袋の状態ですね、はい、見ていきましょう。こちら、はい、こんな感じでね、まあ補助パーツですね、補助パーツに下半身と上半身に分かれていて、上半身がねプチプチに巻かれていますね、はい、3パーツ構成ですね、はい、でこっちもねスーパーサイヤ人2のやつも同様ですね、はい、では早速組み立てて1体ずつ見ていきましょう。はい、組み立て終わりました。ではね早速スーパーサイヤ人ご飯からね見ていきましょう。こちら、はい、どうです、自分的にはねこれかなりかっこいいですね。
いや久しぶりにプライズ、これ当たりじゃないですか。いやこれはいいな、まあ、やっぱ少年期のご飯だけあってね、スケールはちょっと小さいなとは感じるんですけれども、いやこれはいい、ちゃんとね艶消し感もあって、でこのねご飯の刈り上げ、うん、これも再現されていますしね、髪の毛もね艶消しですね、うん、まあ艶消しにしたことでね安っぽさがないんですよね、うん、でこの顔ですよ、めっちゃかっこよくないですか、ほんとよく再現されてるんですよね、いやかっこいいこれ、で血のりとかもねちゃんとついてますしね、うん、いやこれはめっちゃいいわ、思ったよりいい、まあ、パケシャと並べるとね、まあこんな感じで特に遜色ないですよね、うん、いいと思います。はい、では続いてねスーパーサイヤ人2のご飯見ていきましょう。こちらバーンとね、いやこちらもすごいですね、うん、いやちゃんと再現されてるわ、うん、このスーパーサイヤ人2のご飯のねこの前髪一本がかっこいいんですよね、うん、いやすげえ、下半身はねもうほぼっていうか多分同じやつだと思うんですよね、ただ頭部だけ変えたっていう感じですね、まあ、かといってね頭部は外れないんですよね、これでワンパーツなんでね上半身で、ね、うん、だったらねちょっとパーツ差し替えのやつでもいいかなとも思いましたけれどもね、でもこうやって2体飾ることに意味があるんでしょう、はい、で顔ね、はい、もうかっこいいね、もうすげえ再現度高いよこれ今回、うん、いやこのねちょっと怒ってる感じめっちゃよく再現されてる、いやかっこいいわこれ、これはほんとよくできてるな、でパケシャ、はい、パーケシャと比べてもやっぱ遜色ないですね、うん、いやこれは今回当たりじゃないですかね、うん、素晴らしい、はい、こうやって2体並べるとねめっちゃいいですね、やっぱこれ2体持つべきですね、うん、しかもこうやって並べて今分かったんですけれどもこれ若干上半身の向きが違いますね、ちょっとこっちの方が右肩が前に出てる感じだよねスーパーサイジの、うん、肩の向きが違うね、まあ、造形がやっぱり違うから、まあ、これはこれでありなんでしょうねこの2つに分けて、はい、という感じでね今回はねプライズ、久しぶりのプライズ紹介ですかね、はい、で、まあ私の動画ではね初めてかなソリッドエッジワークス、はい、今回はねこれは本当ねちょっと期待してたんで、まあ、ぜひあのね実際手に取ってみてね良かったと思える一品でした、はい、ということでね一応ね回転台座に乗せてねお別れしたいと思います。これを見てね気になっていた方はね購入してみても絶対損はしないと思います今回はね、はい、まあ、特にご飯好きとかはねこれは手に入れておくべき一品だと思います、はい、では今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。正しいことのために戦うことは罪ではない、話し合いなど通用しない相手もいるのだ、精神を光のまま自由に解放してやれ、気持ちはわかるがもう我慢することはない。16号